皆さんこんにちは。薬草の森白水堂漢方アドバイザーの鈴木です。9月になりました。いよいよ季節は秋に向かいます。秋は乾燥から肺を痛めやすい季節です。中医学でいう肺には呼吸器官とともに皮膚も含まれます。常に涼しい部屋の生活で汗をかかずに温度調整がしづらくなってしまったり、一歩外に出れば暑くて汗をかきすぎて気まで消耗しがちになってしまったりと、晩夏から初秋の季節の変わり目の今は自律神経が乱れ体調も崩しやすい時期といえます。中医学ではこの残暑が残る初秋を温燥、冬の寒気に近づく晩秋を涼燥と分けて考えます。温燥は夏の暑熱がまだ残っている状態に秋の乾燥が加わるという特徴があり、涼燥は秋の乾燥の上に冬の寒気が加わるという特徴があります。最近は温暖化の影響で温燥が少し長くなっているので、10月の中頃までは温燥と考えても良いでしょう。これから迎える秋は徐々に気温が下がり、主だれ湿度からは解放される反面、乾燥が激しくなっていきます。空気の乾燥とともに体内の潤いが不足し、皮膚や鼻、喉の乾燥や便秘、空咳などの症状が出やすくなるため、肺や鼻などの呼吸器や中医学で肺とつながりのある大腸や皮膚のケアが大切となります。残暑が残る温燥の時期のおすすめの食材としては、体の中の余分な熱を取る食材としてトマト、ウリ類、セロリ、緑茶を食べましょう。また肺や全体を潤し乾燥を守る食材として梨、大根、レンコン、山芋、白ごま、白きくらげ、ゆり根、いちじく、豆腐などの白っぽい食材や酸味のある果物が良いでしょう。疲れた胃腸を整え元気を増す食材としては、鶏肉、穀類、きのこ類、鶏卵、豆類、山芋などをおすすめいたします。さらに風邪などの邪気から守ってくれる食材として、ネギ、生姜、みょうが、しそ、唐辛子などがあります。これらの食材をバランスよく摂りながら、これから迎える秋本番に向けて準備していくことが大切です。早寝早起きなど生活のリズムを乱さないように心がけながら、温燥から身を守る食材を取り入れることで、季節の変わり目に起きやすい体調不良や風邪を予防することができます。今回の動画の内容でよくわからなかったことがあれば、コメント欄に書き込みをしてくださいね。薬草の森白水堂では漢方相談を行っております。お電話、オンラインでもご相談をお受けしております。ご気軽にご相談ください。ご視聴ありがとうございました。